調理コンサルタントの森山チャンネルです。前回の第4話目は、お台場での、オープン前のゴールデンウィークのオープン前までのストーリーを話したと思うんですが、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、要するにオープンしてからですね、オープンしてからのお話をしていきたいと思っております。まあ、オープン当日ですが、前回お話した通りにですね、もう朝も早くからお客様が並んでるわけですね。ただその時は、その後にね、それが本当に半年近く続くとは全く思ってはいなかったんで、まあ日々の目の前のことだけで手一杯だったっていうのもあるし、そうですね、そんな感じでしたね。まあだから実質、そこの会社に、その建物のところが UR の住宅なんですけど、そこに事務所と寮として3部屋か4部屋借りてたんですよね。だから基本は正直言って家には帰れない生活。まあだから当日オープン前とかも細かい記憶もないですけど、多分オープンギリギリまで1時間仮眠するか仮眠しないかで、準備して、で、外を見ると、まあ、オープンエアのキッチン、初めてのオープンエア、オープンキッチンのオープンエアっていうお店が流行り始めた頃っていうんですかね。だから見えちゃうんですよ、並んでるのが。で、最初そこのお店は、まあ、フィッシャーメンズグリルっていう名前の通り、なんですかね、メニュー名、だからカルフォルニア料理っていう空気感のやつにそこで初めて接するんですけど、メニュー的にはだから基本は新鮮な魚介類を塩とレモンを主体にして素材の味で食べるみたいな、なんかコンセプトだった記憶があるんですよね。だからオープン前の時はだから結構鮮魚が普通に納品されて、まあそれを下ろしたり何したりっていう、まあ仕込みのもう結構な時間を取られる、まあもちろん取られるっていうのは取られるんですけど、まあそういうのをして準備してたら、オープン当日29日にそれが全部なくなり、で、仕込みをする時間もぶっちゃけないっていうことで、なんかそこの会社に仕込み部っていうのがあったんですよね。だから基本的に納品はそっちの仕込み部っていうところにして、その仕込み部っていうところで全部切り身から何から全部したやつをこっちに運んでもらうっていうシステムに、多分初日のあの入り具合を見てした記憶があります。まあだから実際そこのお店で魚をおろしたら、あとロブスターのスチームとかね、ロブスターのグリルとか、なんかそんなロブスターを丸ごと焼きますみたいなメニューもあったような気がするんですけど、まあそれは別に半分に割るだけだからいいんですけど、あとの魚類はもう本当にお店でおろしたのはオープン当日前日ぐらいしかやんないで、あとはもうただ切り身を焼くとか、なんですかね、なんかそれでももう間に合わないんですよね、お客様が来すぎて。だから翌日も、もうそれゴールデンウィークで落ち着くのかなーなんてその時甘い考えもしてたんですけど、まあ結局それがゴールデンウィークとかうんぬん関係なく、とりあえずまだその時はデックスがオープンする3ヶ月前、フジテレビもオープンする2ヶ月ぐらい前だったから、食べる場所がなかったんですよね。食べる場所がだから、そこと日光東京もう結構距離も空いてるし、日光東京で食べ、もうやっぱり新しい施設はそこしかないから、やっぱりそこに来ちゃうし、東京ウォーカーから花子から、あとトゥナイト、当時のトゥナイト2の取材も、テレビの取材も結構入ったんですよね。テレビの取材は入るわ。まずテレビの取材のたんびに、試食用の料理は作んなきゃいけないわ、とか、結構いろいろバタバタだった記憶があります。で、もう毎日、だからもう家にも帰れない。そこの寮でみんな泊まる。まあ、泊まるのもさることながら、結局朝何時だ?朝5時とか、ぐらいに起き出して、まあ、そこの建物の中なんですぐ行けちゃうんで、そっから準備して、
オープン11時ですからね。準備して。で、そっからずーっと、ずーっとウェイティングです。クロースタイムないですから。もうずーっと並んで、並んで、並んで、夜もそのまま並んで、夜の閉店時間が多分22時だったから、まあそこでひとまず途切れるけど、今度片付けから何からってやってたら、もう12時、1時。で、明日翌日の段取りとか、で、発注もゴールデンウィーク中だっていうのもあるので、やり取りしないと確保できるかもわからずにってやってたら、もう2時近くなってたのかな。で、それでそこの寮行って、シャワーして、もう疲れ果てるから寝て、みたいな生活が、少なくともデックスがオープンする3ヶ月間は、そんな気違いな生活でしたね。これ、3、4年前の話ですからね。今だったら一発アウトですよね。まあまあ、おかげで1ヶ月であっという間に痩せました、やっぱり。でもその時はまだそんな太ってなかったんで、その時多分66、7キロぐらいだったのが、もうガーッと1ヶ月であっという間に減って60キロぐらいになりましたね。またフリーダイエットプログラムでした。そしてオープンして、だからゴールデンウィーク、まあかろうじて、食材の供給もなんとかなったけど、その後ももうずっとゴールデンウィークが続くみたいな空気感だったんで、大変ではあったんですが、その頃に、あの、踊る大捜査線が始まったんですよね。踊る大捜査線が、だからお店の前とかでロケやってたり、踊る大捜査線で多分店内でも収録をし、に付き合った記憶があるんですよね。収録が、まだなんかその当時結構フジテレビのドラマはもう何でもお台場近辺でなんか撮ってたような記憶があるんで、踊る大捜査線だけじゃなくてね、何かと、なんかそこがロケ現場みたいなレストランになってた記憶があるんですよね。そうすると、営業時間中それロケできないんで、大抵早朝なんですよ、早朝。そうすると、ただでさえ準備があるのに、なんかもう5時と、また5時、だから本当は5時に行って準備と思ってても、もうその仕込み動向の前にまずその撮影の準備しなきゃいけないっていう。と思うけど、まあそれ仕事で来ちゃってるからもうやるしかないし、まあそれも見てる分にはね、なんか新鮮ですよね。ロケ、あ、まあ、その当時の、ね、芸能人とか俳優とか女優の人が、ね、大抵そういう時、そういうの、まだ、ミーハーシーンいっぱいあるから、なんか見てると新鮮みたいな、なんかそんな記憶はあります。まあ、その後、まあ、とりあえず今日までの話は、デックスとかフジテレビがまだ、オープンする前のお話で、まあ、そのあたりからどういうふうにいろんなそのお台場界隈の流れ、人の流れとかがこういうふうに変わってったなっていうふうに感じたことをお話しできればと思います。